ちは。さあ、今日はタイトル通り100連ガチャやっていくぜ。用意はいいか、みんな。やろうとも、イエーイ。さあやっていきましょうね。見ての通り3168,875コインありますので、今回の狙いは100連ガチャを通して、こいつらですね、インフォメーション、はい、大将ミッキー、カブトドナルド、カブトグーフィー、こいつら3つ全部手に入れちゃいましょうということでね、ニュー確率アップということなんで、これで確率アップしなかったらねということなんで、早速じゃあもう100回ぶっ通しでやっていきますんで、皆さん応援よろです。ということで、景気づけにまず一発目やっていきましょうか。Are you ready? イエーイ！いきます。さあ、これ一発目が大事ですからね、やっぱりね。うん持っている。しかもなんならちょっとプレでやった時に出てきたし。さあ、2回目、はい。おお、早速出てきた。おお、カブトドナルド、やったね。ということで、本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。ちゃう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 。うわ、幸先いいっすね。幸先いいっすね。よしよし、いいね、いいね。さあ、じゃあ3回目。ポン。あー、これ持ってるね。これ何だったっけ？なんかです。何だったっけな、忘れてたな。はい、4。これ覚えてらんないね。何回やったかっていうのがね。はい、4回。お、これあれじゃなかったっけ？4月の時のプレミアムツムでしたね。はい。いいね、いいね、いいね。あ、ちなみにこれ、今5回、おお、幸先良すぎる。もうこれ、終わるんじゃねえか、100回もやらずに。うん。いや、じゃあもうこうなったらどんどんね、レベルを上げていくっていうね。おお、マジっすか。つなげた最後のツムの周りも消す。扇を持ったミッキーが出るよ。おお、終わり？なんと6回引いて全部出ちゃいました。はい、ということなので、今度はレベルアップしていきましょうね。もう100回なんでね、もう100回どんどんね、景気づけにね、残り16万コインになるまでにやっていくよ。残り負けします。レベル上がりました。はい、カウント、あ、そうやな、カウントをしなくちゃいけないね。今何回目だろうね。7回目かな。うん、カウントしてくれます、編集さんが。はいはい、8回目、ダンテ8回目、ごめん、ありがとう、ダンテ8回目。さあ、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。さあ、9回目はフック船長。フック船長は、あ、持ってましたね。あ、でもスキルレベルが上がりましたね。いいね、いいね、いいね。で、次で10回目かな。うん、10。ほい、ポン。こいつ何だったっけ、ヤングオイスター。あ、ヤングオイスターはちょっとなかなかスキルレベルがあれですね。はい、さあ続きまして、ポン。ランドールはレベルめっちゃ高い。 57% は全然上がらない。もう、あ、ついに何回目か、11回目 ?11 回目かな ?12、12。はい、エルサ、もうレベルがもうちょっとで上がる。レベルもうちょっとで上がりますね。あ、ちなみに、プレイした、あ、プレイしたじゃねえ、引き当てて、新しく出たやつは、今、パートが179くらいまでいってると思うんですけど、これを上げる前くらいに多分、パート180以降でどんどん出していこうと思うんです。ニューで手に入ったやつはね。なので、今回手に入った、大将ミッキー、カブトドナルド、それからカブトグーフィー、もう全部やっていくようにしてますんでね。さっきからダブってんな、ヤングオイスター2回目ですね。マキシマスも2回出てきてるからね。うん。なんかこれやっぱり出てくる、その、なんかツムのキャラクターっていうのがね、なんかね、フラワー、これ持ってなかったんですが、ちょっとね、この動画を上げる前に手に入れた新しいツムなんでね、これをまたやっていこうと思います。フラワーに似た髪型のやつが出てきましたね。ナワクルエラ。101匹ワンちゃんですかね。はい。どん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 行きましょうか。うん。マキシマス。君の出現率半端ねえな。うん。もう3回出てきてますよ。はい。ポン。お、やったー、カブトグーフィーレベルアップですね。デレテテテテー。今のは聞かなかったことにしてください。はい、おお、いいねー、やっぱいいね。ドナルドさん、消去数22。うん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 、何がっていう話ですけどね。あ、22個まとめて消してくれるっていうつもりかな。お、アリエル、いいですね。フィートってやつですね。はい、どん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 行きましょう。もうこのテンポで行くよ、このテンポ。ヤングオイスターじゃなくて、フランダー、ライン数2。はい。フランダーはどちらかというと、そのアリエルとかと同じくらいの、その初期の頃のツムでしたかね、確かね。ニックだよね。ズートピアかな、ズートピアだったかな。
なんか確かあのアイスバーでバーンって叩きつけるやつなんですね。ちなみに今日収録してる日ですね、竜巻注意報が出てます。なので今風がねすごくねもうゴー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 吹いてるんですよね。だからこう皆さんにその不快な音を聞かせないためにもう僕が一生懸命喋ってねごまかしてるってことなんですけどね。ピノキオ確か2種類の爪をまとめて消すっていう爪だったかな。うん、はい、続きまして、おお、なんかカブトグーフィーめちゃ出るね。いいねいいねいいね。ちなみに皆さんはミッキー、ドナルド、グーフィーだったらどれが一番で好きですかね。私の相方さんはミニーちゃんが一番好きです。で今回その今日まあこれ収録してる日がね、まあ大体見てわかるかもしれないですけど、ね、確かなんかログインボーナスでミッキーちゃんの新しいなんかツムが手に入るっていうね噂をなんか聞いたりしてるんですけどね。うん、いいねいいねいいね。お、なんだこれ、誰、あ、わーと王様の剣。へー、下から上にスワイプして縦状にラインを、縦ライン上にツムを消す。へー、なんかね僕ね昔速読の勉強した時にひたすら、おお、今度はウェンディ、ピーターパンですね、画面中央を消すね。うん、王様の剣をなんかもう150週か200週くらいしたんですよね。でそんだけ本を読んだにもかかわらずもう中身全然覚えてないっていうね。おっ、フィリップ王子確かめっちゃかっこよかったよね。あの剣投げてドラゴンを突き刺すっていうツムでしたよね。あ、ウッディさん初期の頃だよね。5パーって LL サイズ、まあ、初期のツムだからねもうさすがに持ってるよね。ガントゥーは確か何だったっけ、あれアリエルじゃなくって、あのモアナじゃないリロ&スティッチだ。リロ&スティッチに出てくるキャラでしたね。うん、おドナルド、もうドナルド大好きですよ。ドナルド僕一番好きですね。うん、でもやっぱりねミッキーの時の誕生日のミッキーのグリーティングは半端なかったね。フラワー今回で2回目出てきましたね。さあ行きましょう。ポン、おお、ドナルドまた来たし、レベルアップ、消去数が25。いやこれたまらないですね。25ってことは4で28の5で20、じゃあ31で、6で34個消してくれるってことですね。すげえな、ランダムで25個もツム消すってなかなか恐ろしいですよね。おお、出た、アンジェリーナ・ジョリーさん。はい、で続きまして、あ、なんだかんだで100コインがもうなくなる。あっという間だな、ツムって。すげえな。お、セバスチャン、セバスチャンは初期の頃だからかなんかなかなかあれですね。うん、ほい、チシャネコですね。みんながなんちゃらかんちゃらってね、フリーザさんとバイキンマンの声の人ですよね。うん、おグーフィーめっちゃ出んな。グーフィーとドナルド、カブトドナルドめっちゃ出んな。4個ずつ出てますね。やっぱミッキーはあれだね、大将だからかあんまり表に出てこないっていうパターンのやつですかね。アースラやっぱ何だったっけ、ミランダじゃなくてなんかのこのシリーズあったよね。何だったっけ、あ、ヴィランズだ、ヴィランズのシリーズヴィランズのシリーズはなんかこうね、スキルレベルがはぁ出ませんね。後ろで今ベイビーがねはぁってねなんか気合い入れてますわ。エンジェルですね、エンジェルもレベルが上がりました。はい、いやこのペースなかなか 100連積むって楽しいな。楽しいけどトークが続かないね、白雪姫。で続きて、また出てきましたね、クルエラさんね。うん、 M サイズ、うん、私も見せてって後ろでベイビーがちょっとね叫んでますね。お、マイクも、おー、スキルレベルが上がりましたね。うん、マイクは新しい方のハッピーマイクだったかな、あっちめちゃめちゃ消しますよね。うん、それからラジャーですね、ジャスミンのペットですよね。やっぱりジャファーにね魔法をかけられた時に小さくなるラジャーが可愛かったりしますよね。はい、ちょっとやってみる、ツンツンしてみるちょっと目を離した隙にカブトグーフィーめちゃ出てきたな。やる、お、編集さんが OK を押して、さあ何をタップオープンするのか。テルルル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 、やんないのかい、やるんかい。おお、マジっすか編集さん最高。しかも今のがちょうど50回、ちょうど50回で編集さんがタップして対象ミッキーを出すというね。いやー、持ってるわ、持ってるな、間違ってなければっていうことなんですけどね。いや持ってるな。これはポカホンタスですね。ポカホンタスの必要積む数半端ないよね本当にね。うん、
さあ今でようやく半分くらいというところでね、アセバスチャン出てきましたね。うん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 。後ろでベイビーがずっとうーうー言うて、アースラさん、はい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 、いいねいいね、スキルレベルが上がりましたね。はい、じゃあ行きましょう。ポン、アラジン、アラジンもレベルが上がりましたね。 L サイズ、これ何だったっけ、アラジンってアリ王子が出てくるやつだったっけな、スキルの、あの中身としてはね。はい、ナラですね。はい、シンバの奥様でございますね。うん、で続いてタップオープン。なかなかでもあれですね、こうダブってるツムが結構出てきてニュー出てこないな。やっぱ期間限定で取ってないツムが多いのかな。うん、なんか3、4年くらいツムツムから離れてた時期があったんでね。お、トリトンをレベルがありましたね。はい、おめでとうございます。いやー、大将ミッキーあれ一発で引き当てた編集さんのスキル、おお、きたー、俺も持ってる。3回目、いいねいいねいいね。限定ツムがこれだけポポンって出てくれたらやっぱ嬉しいね。マッキーンじゃなくてメーターでしたね。メーターじゃない、メーターなのかな、多分発音的には。うん、メーターって、じゃあ男の子か。あ、黄色い、あのマッキーン、あ、お、ラフィキ、おー、ちなみにうちのベイビーはサークルオブライフでシンバを掲げるみたいにラフィキごっこしてたらめっちゃビビった顔します。可愛いですよ、子供ってやっぱね。もうまだまだうちの子はベイビーですけど可愛いですよ、ほんと。おお、また来たー。何気にこう、なんかこの白髪があれなんだよな、ナルトに出てくるジライアに見えるんだよね。うん、シンバースンバー。この間ね、なんかね、奥さんにね、あの娘ちゃんがね、シンバだよねって言ったらさ、僕が必然的にムファサになるじゃないですか。死ぬじゃねえかーみたいな会話してた。どうでもいいや。ラーヤ、さっき竜も揃ったんで両方とも揃いましたね。うん、これでどうだろうな、ニューになったツムがどれくらい出てきたんだろうな。あ、これもまたニューかな。トレメイン夫人、トレメイン夫人って、おし、トレメイン夫人ってシンデレラのあの嫌なママ母なのかな。うんうんうん。お、なんだかんだであんだけた、あんだけ苦労して貯めたツムがどんどん、あ、コインがどんどん減って、あれですわ、毎ツム出現率 70%、 ガストンのなんかあの俺様を見て感がすごいな。うん、ウェンディーですね、ウェンディー。うん、んー、スキルアップ。はい、いいね。おお、後ろで、おお、あー、う、あベルも LL サイズだから5。5% ってなんか上がるんです。おお、来たー、ドナルドちゃん、かわいいなー、ドナルド。ドナルド、でもさすがにもうレベルが上がりにくくなってるかな。あとでスキルチケットでドナルドレベル上げちゃおうかな。うん。モアナー、モアナ、必要スムース S。で、必要つむす S って何？マウイ、はい、マウイ登場。はい、あ、オガミ、オガミさんですね。はい、え、はい、トレメイン、トレメイン夫人。はい、じゃあどんどん行きましょう、どんどん行きましょう。ついに10万切った。お、野獣必要つむす。はい、今何本になったんだろうな。あ、とうとう100万コインを切りましたね。とうとう100万コインを切った。お、ルミエールさん、ルミエールさんは確か劇団四季にも出てくる人が、あの声優さんをやってた気がする、そんな気がする。今で77回目なのかな、セブンセブンマキシマス。はい、ようこそマキシマスさん。はい、もうあなた3回か4回ぐらい登場してますよ。はい、ということでね、チェシャネコもスキルアップしましたね。チェシャネコはね、あのあれですわ、初期の頃のツムだからね。うん、ほいってポン、ダンテ、リメンバーミーでしたかね。ダンテって、ど、まあ、リメンバーミーを見たことがないからな。どんなのかわかんないんだよな。うん。で、はい、ロッツォ。ロッティなら知ってるけどね。それはバイオリベ2ですね。さあ、今ので80回目。81回目来たー！大将ミッキー来たねー。大将ミッキーがなので、これで4つ目ですね。うん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 。記念すべき81回目は大将ミッキーでした。さあ、そして82回目、22番。